今日は行こうのんびりさんが大阪まで遊びに来てくれて腰道具を持ってきてくれました。こっちがねちょっと汚れてるんですけど、僕の腰道具なんですけど黒なってんな。このねダブルステッチっていう編み方なんですけど、まあ、それを真似してやってくれたんですけど、ちょっとねまあ失敗してるというか、今からね修正していきます。ちょうど僕の紐がね昔使ったやつが余ってたんで、まあ、これはビフォーでまた後で写します。夜語りかしたふるさとやったもんな、これ確か、うん、縛り方上から入れて、何ヶ月ぶり？4月。何とか食えんの？もう分かってきたもんさ。勘を取り戻しましたか？勘取り戻した。さすが。こんな俺がやったな、思い出したら。うん。雑な俺が。短いのでやってもよかったかもな。うん、長いのちょっと。お、ほら。洗濯ミス。私たちに近づいてきてない。これなの？うん、一緒や。もう変わってもらおうかな。わかった。変わる変わる。もうわかる？もうわかる。まあ、ちょっとだけ見るわ。うん。これをこっちに通したらあかんねんか。もうちょい硬い紐だとやりやすいんだよね。硬くてもそのくるくるするのが、うん、電線と一緒やな。電線でやったら、うん、なあ、この前のこれも伸びるかもな。うん、電線で電気アップやこういくやん、うん、ここと、うん、ここに入れんねん。わかる？うんうん、これがこの中に入ったらあかんねん。師匠、ん、師匠や、私裁縫師匠首やな。転職しようかな俺。フォークでね、うんうん、この辺の夜やってると思いまして、あとはもう繰り返し高くなってきたでしょ。そうですね、すごいあれです。これあののんびりさんがね自作したやつです。これは今日ね修正しました、はい、多分前より抜群に良くなってると思うね、うん、後でここにあれ並べるわ。オッケーオッケー。前のあれ撮ってたやんな、ビフォー。うん、撮ってる。ビフォー並べるわ、どう変わったか。